ベンヤミン・ベッカーは、ドイツ・ザ・アールラント州、メルツヒ出身の男子プロテニス選手。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。自己最高ランキングは、シングルス35位、ダブルス58位。ATP ツアーで、シングルス一勝を挙げた。強力なサービスを、最大の武器にして、 2006年全米オープン3回戦でアンドレ・アガシを破り、アガシの現役最後の対戦相手としてよく知られる。彼の名前はドイツの往年の名選手、ボリース・ベッカーとイニシャルが同じであることからもう一人のビー・ベッカーと呼ばれることがある。ベッカーは7歳からテニスを始め、2001年から2005年までアメリカ合衆国テキサス州にある ベーラー大学のテニスチームに所属した。その間、2004年に NCWA のシングルス戦に優勝し、全米大学チャンピオンとなる。大学卒業後の2005年、ベッカーは24歳という遅い年齢でプロ入りした。2006年ウィンブルドン選手権で、ベッカーは初めて4大大会の予選会を通過した。初めての本戦では1回戦で、 フアニグナシオチェラを破った後、2回戦でフェルナンド・ベルダスコに敗れた。同年の全米オープンでは、1回戦でフィリッポ・ブランドリオ、2回戦でセバスチャン・グロジャンを破って勝ち進む。3回戦の対戦相手は、この大会が現役最後であると表明していたアンドレ・アガシに決まった。アガシは1986年から21年連続で、 全米オープンに連続出場を続け、1999年に男子テニス史上5人目のキャリアグランドスラムを達成した名選手である。当時まだ無名選手だったベッカーは、アガシに7から5、6から7、6から4、7から5で勝利を収めた。その後4回戦でアンディロディックに敗退した。全米オープンの1ヶ月後、ベッカーは、 ジャパンオープンテニス選手権で初来日し、ロジャー・フェデラーとの準決勝まで勝ち進んだ。これらの活躍により、ベッカーのランキングは2006年初頭の421位から11月には62位まで上昇した。ベッカーはこの年に男子プロテニス協会の最優秀新人賞を受賞した。2007年2月、ベッカーは 男子テニス国別対抗戦デビスカップドイツ代表選手に初起用されワールドグループ1回戦でクロアチアと対戦したがシングルス戦を2試合とも落としたその後ベッカーのデビスカップ出場はない同年5月からベッカーは自分と同じイニシャルのボリスベッカーの親を真似るようになったという9月のタイオープンで初のシングルス決勝戦に進み ドミトリー・トゥルスノフに2から6、1から6で敗れて、準優勝になった。2008年ウィンブルドン選手権で、ベッカーは1回戦で第4位シードのニコライ・ダビデンコー、ストレートで破った後、続く2回戦でアルノー・クレマンに敗れた。ベッカーはそれから、しばらく低迷に悩み、2008年全米オープンの予選1回戦敗退などで、世界ランキングが大幅に下降した。 2009年の前半、ベッカーは、男子ツアーブ組織のチャレンジャー大会軍でシングルス4勝を挙げる。6月のウィンブルドン前哨戦のオーディナーオープンで、ベッカーは予選から決勝に勝ち進んだ。決勝戦では、世界ランキング866位から勝ち進んだ地元、オランダ人選手のレーモンス・スロイターに7から5、6から3で解勝し、 ベッカーはこの地でツアー初優勝を決めた。2014年のトップシェルフオープンでベッカーは5年ぶりの決勝進出を果たす。決勝では、ロベルト・バウティスター・グートに6-2、6-7、4-6で敗れ準優勝。また同年の楽天ジャパンオープンでは、日本の伊藤龍馬を破るなど準決勝に進出し、西湖池に6から4、0から6、6から7で敗れた。 10月27日に自己最高の35位となった。ベッカーは2017年ウィンブルドン選手権の予選敗退を最後に36歳で現役を引退した。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退。 LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。2015年前仏3回戦の不戦敗は、 通算成績に含まない。ありがとうございます。